パンダ動き激しいな。おかしなテンションになった。テンションおかしい。パンダやばい。じゃあ行きますよ。はい。せーの、キバラジ。はい。ということで本日キバラジは、キバラジは何かと忙しいあなたにお昼のほっとひとときを提供する気の抜けるラジオです。気の抜けるラジオです。はい、今日はですね IT パスポート講座に見せかけた全然別の講座でございます。いやいや、こういった配信技術もテストには出ないけど IT パスポートの人には必要かもしれないじゃないですか。多分必要じゃないと思う。テストには出ないけどね。テストには出ない、ね、あのテストには出ないけどメモっとけってやつ、ね、メモっとけ。そうそうそう、先生の心象が良くなる。心象が。はい、あれなんかビューアー数減った今。ショックだ。はい、ということで、今週の基盤インターナショナルと、はい、今日はですねカエルスタジオについて話をしていきたいと思います。あとちょっとこう細かなワイヤーキャストネタが入るかなっていう感じです、うん、なるほど。ワイヤーキャストネタは入らないかもしれない。すげえ、またビューアー数が減った。減った、あれどんどん減った。次々に減っていく。よしよし、じゃあ行きましょう。行きましょうか、はい。でまず今週の基盤インターナショナルなんですけど、はい、今週の基盤インターナショナルはゲストをお迎えしています。ゲスト、はじめまして。パチ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 。はい、あのじゃあちょっと簡単にお名前と何か なぜ気晴らしなぜ今日、に出てここにいるのかと。そうそう、そんな。新倉俊だと思います。僕はアメリカの大学の学生なんですけれども、ちょっとまあユーストリームとかワイヤーキャストとかに興味があって、ほほ、パンダスタジオさんの方にちょっと見学させていただいた時に、長谷川さんにお会いして、はい、まあ、この間現場をお手伝いしたりとか。そうですね、今日は VR5 とかもちょっと使ってみたいという話で。そうですね、はい、はい、ということでちょっと今日はあのゲスト参加してもらっています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチ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 。今週のカエルスタジオというわけで、はい、カエルスタジオの紹介なんですけども、うん、はい、カエルスタジオっていうのはですね、ほい、ほい、ん、待った、待った、間違った、カエルスタジオっていうのは、はい、皆さんの会議室があっという間に、会議室がスタジオになっちゃうよという、はい、スタジオに変えるよという。そういうサービス。カエルでカエルスタジオ、ね。そう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 。これはひょっとしてあのスタジオをレンタルしてる業者さんとかいるじゃないですか。うん、あなたのスタジオが、あ、会議室がなんだっけ、ユーストスタジオに早変わりっていうので、そういう業者さんに販売用。そうですね。どういったところが対象なのか。ね、考えてるのはね、うんうん、別にこれ配信しなくても収録にも使えるわけですよ。あ、なるほどなるほど。じゃあコンテンツベンダーさんとか、うん、そう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 、 e ラーニングに使ったらどうですかとかね。うん、なるほどなるほど。生配信だけじゃないってこと。そうそう、生配信の必要はなかなか なくてもよくて、うん、しかもこういうふうに簡単にクロマキーもできちゃうからね。あ、クロマキーまでできちゃうんだ。クロマキーできちゃいますよ。すごいすごい。パワーポイントとか後ろに貼ってもできる。そう結構 e ラーニングでも、教材を作ってるようなところっていうのは、うん、まあ、社内のまず回線状況が良ければっていう限定はあるんだけど、かなり動画教材作ってたりするんですよ、うん、でそういったところはもう社内でスタジオを持っちゃうってことも多いですね、うん、まあ、これのカエルスタジオはちょっと後で、説明、後で、詳しく説明します。はい、で、ですね、土曜日に、ね、新倉さんと一緒に、うん、上智大学の同窓会ネオソピアンズフェスティバル2011のユーストリーム配信してきました。できました。これはですね結構技術的には比較的簡単な配信だったんですけど、結構配信ギリギリまで大変だったんだよね。そうですね、まあ、音声とかやっぱりそうだね、ちょっと複雑なことしようとしたりするんで。これね結構ありがちなんで、うん、この先続くんだっけスライド、これだ。そうそうそう。でね、まあ、会場からねLANケーブルを這わせて、はい、ちょっとSD カメラを使って、うん、IEEE で直接入力っていう、ね、比較的簡単な、そうですね、一番ベーシックな、ね、ベーシックな配信だったんだけども、うん、どこが大変だったんだっけ。音声、僕の覚えてる範囲だと音声がやっぱりまず会場のマイク、会場に向けてガンを飛ばしているのと、うんうんうん、あとは PA 音源をいただいているのと、うんうん、プラス iPod でどうしてもちょっと、裏に音楽も流したいっていうことで、うんうんうん、まあ、3つの音の
入力があって、そうだったね、それのやっぱりミキサーと、あとそれをさらにやっぱりあの、バックアップってことでカメラ側に戻そうとしたりとか、そうだね、あとは、配信のところの調整だとかっていうところでやっぱり複雑になっていってた気がしますね。そうだね、音声が一番大変だったかな。へー、でこれってユーストリームの時ってよくあると思うんですけど、こんなことが起きたんですよ。ユーストリームに出演したくない人がいる。それもそこですね。そう、まさにこれこれのせいで一番大変だった、うん、でね、ユーストリームに出演したくない場合は、ね、音声とかも出しちゃいけないです、まあ、なんだよ、向こうのリクエストはあたかもその人がいないかのように、存在しないかのように、存在しないかのようにしてほしい。だから iPod 音源がまあ必要だったっていうことで、そう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 。で、あのスピッツはですね、あのユーストリームホワイトリストに載っていまして、うん、あのどこか本当はスピッツのこの曲が大丈夫っていうリストがあるんですよ、うん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 、けどとりあえずスピッツかけとけで、あと画面はあの会場の中のステージじゃなくて、うんうんうん、お客さんをひたすら舐めまくる、舐めまくるという、映しまくる、あとはそうするとなんかおかしいな、16時から確かこの回は始まってるはずなのに音楽が鳴りやまず、会場の様子は映ってるけどもステージはどうなっとるんじゃいって思われちゃうんで、ワイヤーキャスト側のテロップをつけて、何時からはちゃんと配信するよと、16時半からステージオープンみたいな感じで、そうそうそう、ね、でね、これね、どうしようかなっていうのがあって、NG と書いちゃいけないんですよ、うん、だからテロップもだからユーストリーム NG の方がいらっしゃるので、うんうん、何時からとか書いてた、まあ、そう書きたいとこだけどダメなんですよ、書きたいとこだったんだけども、うん、そうそうそう、あの結局じゃあ誰なのとかそういう疑問も抱かせてはいけないって、なるほどねすごい気の配り方で、気の配り方が大変だった、うん、でその人は基本 MC だったんですよ、うんうん、そんな人 MC に持ってくるなと僕は言いたかったMC で喋ってる間はずっとスピッツが流れるわけだからそうそうそういないかな、突然あのなんだっけ、あのビデオレターの時だけ突然流れる、いきなりビデオレタービデオレターは流れるみたいな、すごい不思議な感じ、まあでも実際どれぐらいの人が見てたの、そのビュースト配信、ビュースはそれほど多くなかったんじゃないかな、もともと常時制に向けての配信だったので、うんうんうん、なるほど、うん、あとはあの結局まあよく これもよくありがちなんですけども、 IEEE って音声も映像も出すので、うん、ミキサー音源からの音源と、うん、IEEE の音源両方とも出ちゃうんで、ミキサー音源に BGM 入れようとするじゃないですか、はい、そうすると、うんうん、BGM がかかってにもかかわらず会場のその出てほしくない人の声も聞こえちゃうわけですよ、うん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 、だからその時は IEEE の方を音声を切っとかないと、ワイヤーキャスト側で切ってことですね、ワイヤーキャスト側で切ってとか、ね、そういう細かい技術が必要でした、うん、最初結構謎でしたからね、謎だよね、どこから入ってるんだろうっていう、あとあれもそうだったじゃない、ワイヤーキャストで FLV かつ MOV ができないとかね、あなんか引っ張られたりする、それはありましたね、そのセッティング、放送セッティングのところは、そう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 、結構ね、罠だったよね。なるほどね。ちなみにね、いろいろ調べてみたら、あの Mac はね、MOV で録画するにもかかわらず、FLV で配信という不思議なことを、なんかウルトラテクニックをやってることが分かり、実はですね、僕もそれ、この間できたんですよ、うん。だからやり方はもしかしてあるみたいなんだけど、そう、途端、その場で設定しようとして失敗するのが怖い場合は、うん、FLV 合わせ。うん、FLV 合わせが MOV 合わせはできないからね、うん、MOV の配信できないから、配信ができないので、うん、配信をメインになるとやると考えるとどうしてもバックアップは、まあうん、FLV だったらまあ安全にその時はできるということですかね。でね、あとはあとそのガンマイクの話もあったよね、あのガンマイクで撮るじゃないですか、はい、で今度バックグラウンドミュージックも入れたいと思って入れようとするとループしちゃうんだよね、うん、なのであの撮影しておいた画像がこうぐるぐるループしちゃう可能性があるので、結局それは BGM とかを諦めた、あそうです、カメラ側のテープに録音するときに、うん、PA ミキサーからの音を入れるのを諦めたっていうことですね。だから順番としてはカメラまず、録音しておいて、はい、その後、パソコン側にも
ワイヤーキャストで録音をしておいて、ユーストリーム上にも録音する。三重の、三重の、あの録画チェックっていうのはやりましたね。あれは結構時間がかかりましたね。まあちょっと配信も怖いところがあるので、やっぱりバックアップをしっかりということで、はい、そうですね、はい、ということで、はい、上智大学の、放送でした。はい、ということで、新倉さんも上智大学の、いや僕は上智大学とは全く関係ありません。関係ない、手伝いに関係ありませんってことです。はい、なるほどなるほど。はい、すみません。はい、いや新倉さんは帰国子女、ね、帰国子女、うん、そうだね。じゃあちょっと今日のメインのカエルスタジオの、はい、そちらの方に行ってまいりましょう。これからカエルスタジオの紹介。はい、ということで一回ちょっと戻り。カエルも作ったんですか、あのパワーポイントは。そう、あのイラストが社内の人っていうか関係者に作ってもらう。関係者に作ってもらう。じゃあね、今回ですね、自社制作動画の活用で広がるビジネスチャンス、うん、ということでカエルスタジオの紹介ですね。でこちらはですね、基盤インターナショナルだけでは到底できなくて、うんうん、三友株式会社とローランド株式会社に協力をいただいています。そうそうたるところですね。そうたるところなんですよ。で、これは何かというと、うんうん、まあ、ちょっとこんな感じの内容を説明するんですけど、まあ、やっぱ自社動画こんな風に使ったらいいよとか、うんうん、まあ、どれぐらい簡単になるのとか、あと撮影してから、配信まではどうしたらいいのとか、うん、そういう話をちょっとしていきたいと思います、はい。でね、このカエルスタジオっていうのはですね、実際に会社の中でどんな風に使ってるかっていうと、うんうん、自分の会社を紹介したりとか、なるほど、商品サービスの説明をしたりとか、なるほど、あとは e ラーニング教材。これね、やっぱりね、動画だとね、だいぶあの説得力が変わってきますね。説得力が増すっていうこと。増しちゃいますね。増しちゃいます。増す、いいことじゃない。増しちゃいますね。実際ちょっと会社紹介してる例があるんで、うん、ちょっと見てもいいですか。はい、はい、ですね、株式会社のアクティブ&カンパニーさんというところがちょうどこういうことをしているんですけども、うんうん、今まではものすごく高いあの自社ストリーミングサーバーとかを使って、うん、作っていたんだけども、この方たちはですね、うん、よいしょよいしょ、まあ、こんな感じ。ちなみに、こんな感じで、ふむふむ、自社の説明をホームページに埋め込んで、あっと失敗。言って失敗。おっ失敗。言って。言って。始まっちゃった。それ動画を流しながら拡大はできないと思う。できないと思う。最大化。これ撮っちゃうもんで。そうそう、撮っちゃうから。最大化するか。なるほど。左のボタンで。でね、うん、これ、まだ撮って1ヶ月もしてないぐらいなんですよ。1ヶ月しかもう経ってないけども、結構ね YouTube でみんな見てるんですよ。へえ、ビューアーが、そうビューアー数がさ分かるから。あとブロックされちゃった。ほい、でってけ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 で、これどうやっていくんだ。 YouTube に行きたいな。結構ね、160回ぐらい再生されてて、結構みんな見てる。で、確かに、これやっぱり見始めると最後まで見やすいじゃないですか。こんな風なのが自分の会社でどんどん作れますよ。自社で映像を作れる時代になってきてるわけですね。会社紹介1本だけ撮るっていうんだとまだ分かんないけど、でもここからどん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 こう更新していったりだとか、確かに最新情報を出していくんだったら自社で持った方がいいよね、うん、商品の紹介とか細かいことも紹介できるということで、うん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 、そうそうそう、それは非常に便利ですね。やっぱりあとはその使った時に、やっぱそのこれはこういう風に使うんですよっていう風なのを、うんうん、音で聞こえたり目で見れたりするとすごくいいなと思っていて、僕あのスタジオのことで例えば吸音材でこれはこれをやるとこれぐらいの音になりますみたいなのがビデオが載ってて、こう分かりやすいし、それはいいですね。残念ながらこれどんなに言葉で説明されても分かんねえよ。そうですね。それもうアップしてあるの？それはね、あのサウンドハウスさんかながのページで見た時に見ましたけど、
こういうのって動画だったりすることで威力を発揮させたりとか、あとね、吸い取るって結構聞いたことあります、ね、吸い取る YouTube で最近有名な吸い取る、うん、分かんない、ちょっと存じてないです、なんだろう YouTube でね、吸い取る、吸い取る、ちなみにお互いいいでしょうっていうのはもうちょっと後に聞いたらいいよね吸い取る、これかな、吸い取る、吸い取る、何を吸い取ってくるんでしょう、5月の憂鬱な気分とかじゃないですか、なるほど、5月病から抜け出させてくれる、5月病から抜け出す、そしてこう、吸い取る自体にこれもいわゆる動画説明なわけですよ、ああ始まりましたね、これが吸い取るですね、5月病の憂鬱な気分を吸い取ってくれる吸い取るだんだんメモリが液晶パネルが濁ってくるんですよあれなんでこれ吸い取りすぎる、吸い取る、これが吸い取りすぎた状態で、今吸い取りすぎた状態、こちらになって待って、こっちでやっていい行くよ、行くよ、はい、いいよ、マヨネーズ、マヨネーズ、からしマヨネーズみたいな、からしマヨネーズみたい、これを吸い取るわけですよ、ワクワク、キュイーン、結構どうよ、おおお、それそしてさらにヒュー、いやこれ吸い取ってはないと思うんだけど、まあまあまあね、そんな、こんなこだわっちゃいけませんよ、うん、吸い取ったね、スイッと取ってるだけだね、うん、なるほど、バキュームではない、これもヒュイー、またあの形がヒュー、え、これ本当に、本当本当、ちなみに使われてるよ、あのこうどこで使われてるかはあれだけど、なんかホテルかなんかで使われてるらしい、汚れたものを取るために、まあというわけでさ、ごめんね、ごめんね、話戻すよ、こうずっとあれ見ちゃうからさ、あああ気になる、いやあれ布とかのとったらどうすんだとかね、だからさ結局自分の会社の製品って動画で解説した方が魅力的に伝わるまああるわけですよ、そういった時にあのこういうものですよって見せながら説明するのってすごくあの便利だと思うんですよね、今のスイッターが気になって仕方ない、もう何を言ってんの、そう、そういう動画紹介だったってことも忘れちゃいました、忘れちゃいました、あ、待て待て、あれで、あれで自分の会社を紹介するわけですよ、なるほど、そこが大事なわけです、あとはね、ウェブ、今みたいにウェブ上にね動画を説明を貼っとくと、はい、やっぱり自分の会社に来てもらう、あの YouTube 上ですごく有名になったあれとかは YouTube からあのホームページに来てもらいますけども、うんうん、基本的にはホームページに YouTube 貼っちゃえばストリーミングサーバー用意する必要もないし、うんうんうん、そうですね、うん、でやっぱり滞在時間とかも長くなる傾向が、滞在時間、滞在時間、やっぱね動画の方だとね割とね 2,3 分はねずっと見ててくれる、うん、そう 2,3 分ならね、うん、ここ重要なところだよね、逆にその長さとしては尺は 2,3 分ぐらいが目安である、マックス5分かな、マックス5分、10分とか言われると厳しいよね、10分は待ってくれないってことは、逆に会社説明と商品説明とかっていうのはちゃんと分けてる、分ける分ける絶対分ける、ね、2,3 分で、うん、2,3 分でね、でこういう風になっているとすごくね結構あの見てくれて、結果的に自分たちの会社をより伝えやすくなるんですね、あとやっぱりねウェブ上で文字読むよりもウェブあのポンって押して勝手に説明してくれた方がやっぱり見てくれやすいね、なるほど、情報は自動的に入ってくるってことですよね、自分から意識してやんなくても、かけなくてもいいし、なるほどね、うん、喋るスピードの方が読むスピードよりも多分早いんだと思う、なるほど、あとはねこれ e ラーニング、さんだ、そうそうそう、 e ラーニングで従業員や新入社員向け研修とか、あるいは社長がからの採用情報や社内広報とか、はいはいはい、こういうのにもあのこのスタジオっていうのはすごく使いやすいんですよ ね、 ね、やっぱりあの上手い人が説明して、うんうんうん、e ラーニングなんで外向け配信じゃなくて社内向け配信、なるほど、をするとね、これが何だろう、一回一回遠くの営業所に行かなくったって、あのここで見てくださいって言えば全部見てくれる、トレーナーの人とかね、なんかそういうやつとかありうるね、うん、社内の、ね、人気講師とかだったら大変で、もう全国飛び回らなきゃいけなくなっちゃうからね、あと海外、海外、海外とかにもね、うん、あの中国の会社に工場があるんで、なるほど、それはどうしたら、手順を教えるとかね、そうそうそう、トレーニングするとかね、うん、完全に置き換えるんじゃなくて、こう何に使うかっていうのは検討の余地があるけど、そうですよね、うん、こうできることはどんどんやっていった方がいい、うん、だから動画で説明しておいて、あと最後確認は現地で行うとかね、現地でやったやつを動画でも確認できますよって、ね、うん、まあ、アーカイブに残ってたらまたいいですもんね、それがいつでも見れるっていう、
うん、社内向けのイントラの欄とかに置いておけばね、うんうん、あのいつでも見られますし、ね、でこれがですね会議室が大体あの1時間でスタジオになるんですよね。実はねちょうどさっきのあのたった僕と新倉君でやったんですけども、ね、まあ大体それぐらいだよね、まあ、慣れてるともっと短い、30分ぐらいでしかなかね言うて、まあ、うん、まあ、あのパソコンをさらに配置したりとか、そう慣れてると30分って言ってましたけどね、でこれまだ配置する前なわけですよ。これがこんな感じになる、うんうん、おお、それっぽくなりましたね。その前に写真をこんなに撮ってらっしゃる、写真スタジオみたいな感じになるんだね。そう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 、あ確かに。でねここにカメラがあって、で裏はね黒巻きのカーテンがあって、うんうん、照明があって、で、はい、で、ここにモニターがあって、出演者が自分の姿を確認されて、ことができる。こんな感じね、合成してるわけですよ。ちょうど今合成してますけども、うんうんうん、あ、そうだ、合成を切ってもらうことってできますかね。しゅうさん、はい、クロマキーのやつって切ることできますか。そうそうそう、こんな感じ、こんな感じ。最初はパソコン画面のだけですよね、うんうん、でそれに黒巻きオンにしてくれますか。これ青もできるの。実は本当はこんなが映像だよ。今オンにしたんだけど、うんとね、レバーをクッてやってくれないと。そうそう、青は青、青はね、シュウさんのあれだとちょっと心配、ちょっと行ってくる、はい、でこうやって後ろに映ってるんですけども、実は僕らの後ろにこの白い画面はないんです、ね、そうなんですよ。ただのここには青い先物しかない。こう本当はこうだ。そうですね。ね、ここの撮影スタジオは青くなってこんな感じ。なんでこういうことが今のやつだとすぐにできちゃうよと。うん、しかも1時間でスタジオに会議室が 変身してしまうと、うん。なるほどなるほど。あ、直ったよ。あ、今いい感じです。うん、いい感じです。というのが、まあ、うんうん、カエルスタジオなわけですよ。なるほど。お、カエルスタジオ、シバティさん、カエルスタジオとなっとな。と, なということで、これがまあ黒巻きなわけですよ。こう気晴らしを見てる方にはもう当たり前かもしれませんが、これが皆さんの会議室でもすぐできちゃうってところがポイントなんですね。それをおっととでやろうが、あとちょっと2画ちょっとごめんね、まあ、AV ミキサーの VR5 というのを使うとこの2つが合成されてこれになるというのですね。はい、あとは、実際の流れなんですけども、まず皆さんが喋りたい内容をパワーポイントで用意してスタジオで撮影したら、収録の場合は YouTube とか自社内のストリーミングサーバーにアップロードして、ユースト配信の時は普通にユーストに、あの配信用の PC に USB ケーブルで一気につながるんです。黒巻きされた映像だけ流せばいいんで、パソコンはもう配信だけでいいんですね。であとはホームページに埋め込んで自社紹介にしたりとか、ユーストリームに配信してイベントを配信してみたりとか、なんてことができるんですね。できますよと、はい、こんな流れでやります、うん、というのがこのカエルスタジオで、カエルスタジオの中には、専用のクロマキーセットとカメラのマイクセット、それと AV ミキサー、というのの3つがセットになって、皆さんの会議室を簡単にスタジオ化します。へえ、はい、でもお高いんでしょう。お高いと思います。お高いんだ。高いと思います。なんかね、ただまあ企業で1個買うんだったらいいかな、はいはいはい、確かね150万ぐらいだったと思います。150万だけ、たった150万さえあれば、初期投資があればってことですね。そうそうそう。なんでそんなに僕飲んでないよ。長谷川さん、伸びしろ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 、そうっす。あ、はい、わかりました。で、そしたらですね、もうあと7分ぐらいが、うんうん、時間があるので、でどっちにしようか、あのこのスタジオ、カエルスタジオのもう少し詳しい説明するか、はい、あのマンフロットとリーベックの違いの説明するか、どっちにしようか。長谷川さんが熱くなるところですじゃあ、ね、カエルスタジオにもでもあれでしょ、マンフロットとリーベックが入ってたんでしょ。うん、入ってないよ。カエルスタジオはマンフロット同一通だから。マンフロット、じゃあそのマンフロットについてちょっと聞きたい。マンフロット紹介者ないやつばっかりだじゃあ一応ね、これでよいしょ、まあちょっと見てみましょうか。よいしょ。でね、まあ機材、どんな機材なのっていう話でいくと、うんうん、まあこうさっきこの3つがありますよっていうのを説明したんですけども、うんうん、よいしょ。
まずこれが、まあ、完成形なんですね。うんうんうん、この完成形ではまずこのクロマキーのこのセットがあるんですよ。うんうんうん、でね、ここあの青い、布があるように見えるんですけども、うん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 、裏にマンフロットのあのここにちょっと見えてるこれポール、ね、ポールがあって、これが、ね、すごく軽くて頑丈という、ね、すごくいい感じ。ポールがマン、このクロマキーの支えてるポールがマンフロットっていうメーカーのやつ。はい。あとあのいろいろな都合がありカメラの三脚もマンフロでできることになりました。へえ。動画の撮影ではよく使われる三脚ですね。へえ。で、これクロマキーをさらに有効に使うための照明、この照明がないとクロマキーはあんまりうまくいかないみたいな。それはなぜ？いや、だってこれ消してみればクロマキーうまくいかない。影が出ちゃうから、ね、影が出ちゃう。そうそうそうだね。ね、青が均一になってないといけないってことですね。そう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 。この後ろが青が均一であれば均一であるほど綺麗に抜けます。なるほど。で、このクロマキーにはこの、まあ、布がついてるわけでして、この布はね、なんだろう、ちょっとシワがあると昔はシワシワ あんまりうまく抜けないなんてことがあったんですけども、うんうんうん、これはね、すごく布がちょっと特殊で、うん、テカらない布なんだって、うんうん、なのであの少しぐらいしわってても全然。え、そうなんだ。全然。じゃあこの写真ぐらいはこれちょっとしわってるじゃん、うん、この写真だと。そうそう、この写真で全然問題なく、これで問題ないんだ。完璧に抜ける。すごい、すごい、びっくり。なるほど。全く見えない、うん、なんか忍法雲隠れの術とかできる。高いんでしょ、でもこの布。布は確かに、ね、そんな、まあ、4万円、服って高いよね。なるほどね。へえ。で、あとこのカメラもついてます。カメラは、下に見るとあのご存知の方、こういうのがマンフロマークなのが分かるんですけど、はい、上は、パナソニックのカメラですね。この辺がマンフロマーク、マンフロマークで、だこれがあの合成をしているクロマキーですね。 VR5 で、一応 4ソース、映像は4ソースあってパソコンが1ソースあるっていう感じですね。はい。でこれとのセットになります。なので、黄色の、ケーブルがあれば、うん、大丈夫という感じですね。だからもう例えば社内で調べてみたらカメラあったとか、うんうん、そういう時はこれそのまま使います。だいたい黄色のケーブルはつながりますもんね。そうそう、古いやつでも。でもちょっとやっぱり画質的にね、黄色のケーブルだと心配だったりしないの？そんなことはない。そんなことはない。うん、元々 VR5 自体が SD のみの配信なので、うん、あ、なるほど、まあ、特化してますね。昔自分たちで試した時と LVS800 の結果とはもう比べ物にならないですよ。うん、なるほど。あとせっかくなんで、実際自分の会社で、こういうふうにパワーポイントを作るときのポイントを説明しますけども、これは大事ですね。自分の場所。そうそうそう。まずね、文字の大きさ。はい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 、これ、まあ、今はあのプレビューモニターがあるからいいんですけど、こう実際にはこう郵送配信とか YouTube 配信とかでこうちっちゃめになるわけですよ。うんうん、ので、まあ、大体今最低でも24ポイントは欲しいなっていう感じで、それぐらいないと見にくいかなと。逆に説明すると、本当に脚注が24ポイントで本文は32ポイント以上かな。うん、ね、パワーポイントにこだわる人って結構細かく細かく書き込んじゃうじゃないですか。で、配布資料にするつもりならばともかく、うん、今回は動画なのでなるべく文字は大きく、うん、そう、絵を大きく、ね、単純に言うとそのパワーポイントをあのパソコンのディスプレイで 30% とか表示領域を 30% にした量、うん、大きさぐらいで、今見てるこのここの大きさがそれぐらいだから、うん、それぐらいの大きさにした時の映像になりますよってこと。そういうことですね。だから厳密にはあれだけど、イメージとしてはもう 30% か 20% とかにしてみて、うん、それでパワーポイント見てみてね、それで読めないものは読めないよって、うん、そうですね、うん、そうですね。で、あとはクロマキーに青いものは使わないで、これ背景が青の時は青のを使っちゃダメ で、うん、で緑クロマキーっていうのもあって、その場合は緑使っちゃダメなんですね。なるほど。部分が色が抜けて透明になってしまうということで、うん、はい。新倉さん、どうして青や緑を使うことが多いんですか？人間どういうことなんですかね。僕実は知らないんです、あんまり。あ、そうなの。あ、これ実はね、人間を抜くのが普通なので、はい、人間にもともと含まれていない色を
使おうと。青とか緑とか。あ、そうだったんですね。そうそうそう。なるほどなるほど。でないとここが透けちゃって困るじゃん。なんかね、青い目をした方のなんだろう外人さんは、はい、青黒巻き使うと目の玉だけが目の玉だけが透明になってしまうとピキーンみたいな。わかるかなでもそれ。後ろに文字とかがあるとここに文字が入ってしまう。うん、実際なんか青いもの、青いものこちらにちょっとテーブルのこれでわかるかな。あ、わかりますね。これどうですか。一応こんなのでも、あ、そっちの方がわかりやすいですね。あとブルーメン読んでこないで。っていうか長谷川さんそれわか、あ、なるほどね。長谷川さんこうなる。それ羽織ってみたらいいよ。そして透明人間。あ、それさ、ちょっと長谷川さん貸して貸して、ちょっと貸して。これさ逆にこうやって。見ば、いやでも見えないし。こうやってこうやって動かせば。こう。微妙に見えてる。微妙か。うん、ちょっと無理。無理か、無理があったか。光沢があるんで、きっとこっち。なるほどね。先ほどの布だったらいい。なるほどなるほど。うん。ということで、まあね、あの青いものを使っちゃダメだよって。あとね、パワーポイントに自分の場所をっていうことで、これね、あの最初はもっとね、あの普通にパワーポを作ってたわけですよ。そしたらね、自分の場所ないみたいな。あ、文字かぶっちゃうってことですね。そう、文字とかぶんないように勇気を持って、お、ヨイント今入っちゃった。こっち側は出すけども、こっち側からこっちにはもう一切何も書かない。なるほど。だから何、なんかパワポだけにするとこんな感じ、うん。ちょっと心配なパワポイなんでね。ちょっと心配。シュウさん、あのパワポのさ、あれだけにできるかな。黒巻を切ってもらっていいですか。これだけだと、パワポ的にはその心配なパワポになっちゃう、うん。大丈夫かなと。そうそう。これがね、実はちょうどいいパターンで。じゃあ戻してもらえますか。はいはい、こんな感じになるんですよ。ということで自分の場所を入れないとちょっと大変ですよ。大変だと。じゃないとちなみにどうなるかってこんな感じになる。ドーンみたいな。ああ、どこにいようみたいな。カエルの真上でいいんじゃない。あ、パンダスタジオのエンブレムを PC に貼っておいてください。余韻タイムから参加。そうだね。なるほど。てかアソジュノさんなんか体調悪そうだったんで大丈夫ですか。あとあのチャリティーイベントの配信をこの間行ったとか聞きました、うん、なんかあとはパトラッシュに任せたみたいな、うん、大変だったり、ね、大変なそうな。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はですね、あの、カエルスタジオの話をしてました。してました、してました。先ほど作ったカエルスタジオ、うん、詳しくはウェブで、詳しくはウェブでブログみたいになってます。でこれは一応今日はここまでかな。ここまで、はい。じゃあちょっと安土野さんとちょっと話をしようかな。あのマンフロとリーベックのさんについて、はい、いやなんか、ね、あの盛り上がるところです。なんだっけ、あれ、あ、ラナウェイの配信してたんだっけ。ラナウェイお疲れ様でした。午後から頑張ります。で、あの三脚ってカメラよりも時々大事なことがあって。そうなんだ。悪い三脚って、うん、こうカクッってなんです。画面がこうやってスムーズに動かないですね。スムーズに動かない。でいい三脚は油圧式になっていて、ゆるーっと動くんです、仮に力をかけても。なるほどなるほど。で NHK のカメラとかはカクカクしないじゃないですか。綺麗に動きますね。綺麗に動くんだけども、あの家庭用のカメラはガコッとなっちゃうので、三脚はいいの使いましょうね。三脚は買い直さなくてもいいしっていう。なるほど。機材はよく言いますよね、マイクとかも、うん、ね、そう。でその三脚は実は日曜日に音楽コンサートの配信、うん、収録をしまして、うんうん、右手でリーベック、右手でリーベックの三脚を、三脚を持ち、左手でマウフロ の三脚を持ち、両方でこうスイッチングしながらこうやる、脳内スイッチングしながらこう通るってやるのやる。2画面を同時にこう操作して、2画面同時操作で、あ、ソロだ、ペッ、こっちからで次ソロだこっちみたいなのをやってきました。オーケストラの一人一人のソロがどんどん変わってくるところを、そう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 、なるほど、をやっていって。で、ね、ここで大事なのがこれ、ね、買ってくれるのはお客さんじゃなくて団員さん。なるほど。なのでなんだろう、ユーフォニウムとかあのシンバルとか、はい、こう超端っこなわけですよ。なるほど。この端っこの人たちもちゃんと取ってあげないと、しっかり抑えないとその人は買ってくれないってことなんですよ。自分が映ってないと指揮者は買ってくれないから、指揮者映しても意味ないって、ね、まあ、いろいろ言われたりとかして
そうそうそう、一応目立つけどそこじゃないと。そうそう、マイナー楽器はね、見せ場がそこしかないから。そういうところしか、そうそうそう、見せ場で、ね、だからみんなが一斉に演奏してる時とかは全体で撮りたいような気もするんですけども、うん、そういう時こそ彼らを映す。あ、なるほどね。でないとね、こう休んじゃうからね。今から例えばパッとユーフォニウムとかでかいチューバとか映すじゃないですか、うんうん、映した瞬間に、はあ、終わったって見られると、狙ってる意味としてはやべえここ使えねえとか思いながら、うん、必死に動かすわけですよ、反対側。それを2つ同時にやってたってことですよね。でね、リーベックの方は何だろう、固定までになんか勝手にね、上ここで止まってほしいって時にギューンって戻っちゃう、うん、マンフロはここで止めたいって思ったらここで止まる。なるほど。っていうところが、ね、違って、まあちょっとこれは次回はマンフロ2台でお願いしますよっていうふうに言ったら、うん、これ20万するんでそんなおいそれとは買えない。いい三脚っていうことで。三脚に20万。すごいね。お、足も使えば、あと2脚使えますね。また結構無茶な。ただでさえ脳内スイッチングだね。そう、脳内スイッチング的には結構大変で、ちなみに足は、なんだっけな、紙をメモを貼っ、あ、足の付近に置いておいて、次は誰がソロとか書いてあるんで、うん、それを見ながら思ってやっていました。長谷さん自体が指揮者みたいな感じですけど、そうなんとなくね、こう自分が何でもできるような気がしてきて、うん、思うとそのソロが抜ける。なるほど。それからあれでしょ、ソロを同じパートの違う人を延々撮ってて、そう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 、俺が映ってないよって後で文句言われる。文句言われる。同じ楽器でも何人かいらっしゃって、そうそうそう、5人ぐらい並んでてさ、もうカメラで言うとさ、一画面で撮りきれないんで、うん、なんていうこともありました。ちなみに、ね、今回撮り逃したのが自分の父親だったんで、まあいいかと思いました。お父さんはもしかして買ってくれないあれ、これなんかソロ始まっちゃったな、ソロどこソロどこみたいな。いや、あ、父親じゃん、よかったみたいな。よかった。でもソロ3人目はやっぱ2回目でやってるんで、3人目のソロはやっぱ辛いですね。なるほど。ソロが始まって別の人とちょっとその掛け合いになって、だから全体的にはその2人しかやってないけど、はいはい、そこに3人目が加わっちゃうとカメラではちょっと追いきれないのが多いですね。なるほどね、はい、ということで、今日はこの辺で配信をおしまいにしたいと思います、はい、また明日、はい、また明日、バイバイ。スタジオ見学ぜひ来てください。